マンナイ人とその周辺の都市、マンナイ人とは、紀元前10世紀から紀元前7世紀にわたって、現在のイランにあたる領域にいた、系統不明の民族である。当時二つの大きなアッシリア帝国と、ウラルト帝国があり、ムサシルやジカルタのような中小間小国として、挟まれた位置に存在していた。彼らはもともとウルーミーエコの東部と南部あたりを本拠としていた。 大まかに言って、現在のマハーバードあたりにあたる。彼らの最大領土は、倉川にまで拡大した。発掘事業は1956年に始まり、要塞都市ハサンルーの発掘にも成功している。民族、言語的な系統ははっきりとは分かっていない。よく、インドヨーロッパ語族ではないかと言われるが、万内は、スキタイのようなインドイラン語族との共通性が多く。 見られるという歴史家もいる。マンナエは、インドヨーロッパ語族ではない古リの一派であったのではないのかとも考えられている。スキタイとアッシリアの手によっていくたびか破れた後、マンナエ人の大部分はどうか吸収されていき、最終的にメディアによって完全に吸収されて消えていった。マンナエ王国は、紀元前850年頃から発展を遂げ始めた。マンナエは、 考え農業と牛馬の牧畜を実行に移していた低住民であった。首都とは別に要塞都市イジール2を設けていた。紀元前820年までに彼らは拡大を続けこの地域を一つの行政機構として占有するまでに至った。この流れをメディア人やペルシア人が引き続き踏襲していく。これをきっかけに王の権力を制限する一部の突出した貴族が 支配階級として統治する体制になる。紀元前800年頃からこの地域は、ウラルトとアッシリアとの係争地になり始めた。ウラルトはマンナエの領域にいくつかの駐屯地を設けた。紀元前750年から紀元前730年頃まで両者と戦い続けた結果、マンナエは領土を拡大するチャンスをつかんだ。マンナエ王国は、 イランズ王の時に最盛期を迎えた。紀元前716年にアッシリアのサルゴン2世がマンナエに対して攻撃をし始める。この頃マンナエはイランズの息子であるアザンが統治していた。彼はウラルトゥの手助けを受けてウルシューヌによって配置された。サルゴン2世はイザートを取り、ウルーミーエコにあるペルシア部族の本拠地であるパースウォッシュとカルナーガルに軍隊を止めた。 アッシリアはそれ以来この地域を馬の育成、訓練、取引する拠点とした。アッシリアの印刷物によれば、キンメリオス人はこの頃ロマンナへの中心である彼らの本拠地のガミールやウィシュデシュから進出してきたとされている。年代記に初めてキンメリオス人が登場するのは紀元前714年である。彼らはアッシリアがウラルトを任すのに手助けした。ウラルトは、 アッシリアに服従する道を選び、アッシリアとウラルトは、キンメリオスを打ちまかし、肥沃な三日月地帯から彼らを追い払った。何人かの著者は彼らを、サルゴン二世によって追放された、イスラエルの失われた銃種族が最初区民した、傭兵であると信じている。彼らは、アッシリア人によって、コンディとして知られた。それが事実であるかどうかはさておいて、このキンメリオス人は、 サルゴン2世によって、再び紀元前705年に再植民された。この年からキンメリオスとアッシリアの戦いになり、紀元前679年マンナエの東部と西部に移植されることで終わる。マンナエは紀元前676年にアッシリアのエサルハドンの治世の時に反乱を起こしたことが記録されている。彼らはアッシリアとパースウォッシュの間の馬の取引を 中断させた。紀元前650年まで統治したアーシュリー王は万内の領土を拡大し続けた。しかし万内は紀元前660年頃からアッシシリアに敗れアーシュリーが死ぬまで反乱が起こり続けた。紀元前7世紀にも万内は進出してくるスキタイに敗れている。この時点でスキタイはすでにウラルトに侵入していた。アーシュリーの後継者であるウーアリは アッシリアについてメディアと戦う。メディアはこの時点でカスピ海南西側の岸に沿って東へ位置していた。しかし数十年にわたる闘争の結果メディアが徐々に優位に立ったようである。紀元前616年、万内はメディアによって吸収されその姿を消すことになった後、紀元前585年になってスキタイ人がウラルトを滅ぼし、この敗北は 万ナエ王国の崩壊をさらに加速させた。ありがとうございます。